シナチベット語族シナ語派中国語標準中国語。国語国語は中華民国が公用語として普及を進めた標準中国語。中華民国国語と呼称、表記される場合もある。従来の緩和の名を改めたもので、中華民国が中国大陸を統治していた時期に国語運動を通じて規範が整えられた。北京語音を標準音とする。 中華人民共和国が成立するとその実行統治下にある中国大陸において標準中国語は普通話と改められて整備、普及が進められた。一方国語運動は中華民国政府の移転先となった台湾地区で行われ民主化、台湾本土化が進むまで国語以外の方言に対しては抑圧的な政策が取られた。国語は 普通話と相互理解が可能だが、普通話と比べて、R カオトや形成の使用比率が低く、規範的、一般的な発音、用語などが異なる場合がある。この他中華人民共和国と異なる点として、中華民国では反対字を漢字の規範自体として用い、発音の表記には中音符号を用いることが挙げられる。現代の台湾で使われ、発音や、 語彙の面で、台湾語などから影響を受け、公的な規範から外れるような特徴がある国語を、特に台湾国語、または台湾加護という。台湾国語では、台湾語のほハッカ語や日本語の影響が現れている例がある。本校では、主に中華民国統治下における国語運動、国語推進政策の歴史を外観する。 歩き、スマホに注意を呼びかけるポスターに見られる、簡体字と反体字の表現の際、台湾などで用いられる、反体字の表現では、低頭族のような信号が見られる。中華民国の公用語である、中国語には、普通話ではなく、国語という名称が用いられる。国語という呼称は、新朝から中華民国となった時代に採用され、現代の台湾に引き継がれている。 第二次世界大戦後も国境内戦を戦った中華民国の中国国民党は毛沢東による中華人民共和国成立と前後して台湾に撤退した後中国語によって台湾の統治を行った。英語では中国の普通話も台湾の国語も現代の標準的な中国語であるとしてどちらもマンダリンと呼んでいる。 台湾人自身も、英語で会話をする際に、自分が話す中国語をマンダリンと呼ぶことが少なくない。ただし、中華民国国語には、大陸の普通話とは異なる、次のような点がある。アルカを極力使わない。形成をあまり使わない。一部の漢字の発音が違う。例、美、k、k、特に科学用語や歴史用語など、普通話と違う語彙を使用することもある。 例、ケイソ、郵便配達員、Y 階戦役日本式語彙を、大陸とは、差別的に重用する。台湾では、日本との頻繁な交流によって、いち早く、日本と共通語彙を使う傾向がある。ただし、近年は、大陸が先に使い始めた日本式語彙を、台湾では使わないことがある。例、貧島、坪台湾語由来の語彙を多用する。 台湾語のままで発音するものもあれば、漢字の北京語音で発音するものもある。例、古葉や、カモ派、塗装また、以下のようなものは、教育の場では正しいものとみなされないが、和社に、福建省からの移民の末裔が多いことにより日常、生活上では、頻繁に遭遇する。ソリュジタ音が不明瞭である。新四音 F を無精製紋摩擦音 H と発音する。 過去型表現に、U を使用することがある。次のような様子行為北には存在しない、語気助詞を多用する。香港を含めた東南アジアの中国人系社会では、北京語を話すときは、今でも台湾式に近いマンダリンを話す。これは、台湾の大衆語楽やメディアの影響力、政治的、支援的要素にもよる。標準中国語を指して、初めて、国語という語を使ったのは、 新末の暮れ南寺林であるとされる。後は1902年に日本を視察し、明治維新後の日本の国語統一政策に感銘を受け、帰国後北京語を標準とする国語を実施する、洋漢学大臣、バリ百期に検証を送った。1909年に、後見が緩和の名を国語に改めるよう提案し、国語変身委員会が設置された。1911年には、 国語の統一基準づくりのために調査研究を行うとする統一国語法案が通過した。1912年に中華民国が成立すると、翌1913年2月に漢字の読みを国で定めるため、読み音統一会が招集された。この会議はチャンス賞、石膏省出身の学者が多数を占めており、この地方のクレゴに見られる拓音を取り入れるかどうかが、 焦点の一つとなった。北京緩和を標準にすることを主張する王将が一、小一票を提案したことにより濁音は外され、6500余りの漢字について国音が議決された。これを後に、牢国音という。この牢国音は、特定の地方の発音を採用するものではなく、各地の発音を設置して定めた人為的なものであり、伝統的な声音に近い。 1919年には、老国音による国音辞典初音本が出版された。読み音統一会では、国音を検討する際、小平林の創生した文字に手を加えたものを使った。教育部の職員として関わった、ジ人らの提案により、この文字を国音を表す正式な文字とすることが決まった。後に、中音符号と解消される、中音字母である。保守派の反対や、 政局の影響を受け、教育部が正式に中音簿を交付するのは5年後の1918年11月25日にずれ込んだ。1917年に古敵が雑誌新青年に発表した文学改良数義をきっかけに、同志を主な拠点として文語による文言文を廃止交語文の採用を目指した白話文運動が起こる。これは日本における 原文一致運動に相当する。1919年、政府は教育部の下に国語統一中、備え会を設けた。国語統一中、備え会は国民政府成立後の1928年に国語統一中、備え委員会、1935年に国語水教委員会に改められた。同年54運動が起こると、それまでの教育関係者の要求に沿って、 国民学校の国文化を国語化に改め、最初に中音字母を教えることとなった。翌1920年には、小学教科書が白話文に改められた。教育部が開いた国語講習所をはじめとした訓練養成機関により、国語教育にあたる人材の育成を図った。国音辞典初インポ本ン出版後、牢国音と北京音の食い違いから、 北京音の全面的採用を求める議論が国語研究会を中心に起こった。1923年に国語統一中、備な会は国音寺天造、おさむ委員会を設置し、翌1924年北京語音を標準とすることを決めた。新たな標準は1932年発行の国音常用字にまとめられた。これを、ニ国音または、 形音と呼ぶ。国音常用字は99、9920字のかイタイア千1179字、イドクジ1120字、合計12219字を収め、現代中国語の標準音を示した最初の辞書であり、漢字の発音だけでなく、辞書、辞体の整理という面からも大きな役割を果たした。1925年から1926年まで、 国語統一中、ソナエ会国語ローマーザピン研究委員会で進められた検討を経て、1928年に国語ローマーザが交付された。複雑なため普及はあまり進まなかったものの、中国史上初めて政府が定めた公式のローマ字表記法である。国語統一中、ソナエ会には辞典編纂部門が付属しており、1923年に、 国語辞典編纂所どころとして設立され、1928年に拡充され、中国大辞典編纂所どころとなった。1931年に国語辞典の編集に着手し、1945年に全4巻が揃った。1937年の露光場事件以降、日中戦争により国語水行委員会の活動は停滞を余儀なくされた。 1945年、戦争が終結すると、中国大辞典編纂どころは出版物の刊行を続けた。中国大陸を中国共産党が実行支配下に収め、1949年に中華人民共和国が成立すると、国語水行委員会は設けられず、中国大辞典編纂どころが、部分的に中国科学院語源研究所や中国文字、 改革委員会に組み入れられた。以降、中国大陸では、標準中国語が普通話として整備され、その推進普及が国税として図られている。中華民国が台湾を編入すると、1946年に台湾省国語水行委員会が設置され、台湾で国語運動が始まる。中華民国政府は台湾移転後も、 教育部国語水行委員会を維持し、国語普及や標準の整理、時点の編纂といった事業を行った。台湾では13年ほどで国語の普及を見た。この時期の台湾における国語運動の主要な目的として、脱日本化が挙げられる。当初は台湾語など国語以外の方言を土台として、国語の普及が図られたが、次第に方言に対して抑圧的な政策が、 実施されるようになった。1960年代後期になると、中華文化復興運動を受けて、台湾省政府は、台湾省下教水行国語、ミノルセ計画を制定し、観光庁、学校など、公共の場所では、一律に国語を使うことを義務付け、方言の使用を禁じた。1976年の広島電子法、第20条は、派音語言、多い国語試し、 方言王築年減少と定めた。1985年には五文法草案が完成した。三人以上の人がいる、公の場で標準的な国語の使用義務付け、方言の使用に罰則を設けるなどの内容に世論が猛反発した結果、立法計画から取り下げられた。この法案は国民党政権の一元的な国語推進政策の頂点とも評価される。 1986年の民主進歩党、決闘、1987年の改憲令解除、1988年の李登器総統就任など、政治面での台湾本土化、民主化が進むと、文化面でも台湾本土化、多文化主義への転換が図られた。一元的な国語推進策は再検討を迫られ、その結果、学校における方言使用への罰則の廃止、 国語以外の言葉による放送に対する制限の撤廃、母語教育あるいは、郷土言語教育の導入などが実施された。ありがとうございます。